から芸能人だからってのひとつの立派な差別ちゃいますか。タレント禁止狩り属性でなんちゃらじゃなくて大事ならないようでしょう。アメリカ系を殺してしまったという感覚はこれ悲観って当然。でもそれ質問についてであって桜井くんが来る僕違うと思う。もっと何十里も惜しかったけどブラと戦時中というのはもちろんですけど、前置きしている桜井くんとそこかとしてツイッターなんかしたニュースゼロ。ここ最近にほさげ変更ほどかましてきたニーテレさんだからさ、翔くん一発ぶち込んでお願い。欲しがったんちゃうか疑惑疑惑。みかん人含む2400人の犠牲、アベノマスク含む8200万枚の在庫、いかにもニーテレらしい方。みかん人含む2400人の犠牲、アベノマスク含む8200万枚の在庫、いかにもニーテレらしい方。戦時中ということはもちろんなんですけど、そのアメリカ兵を殺してしまったというような感覚というのは当時は、いや、真珠湾攻撃に参加した103歳の元搭乗員、殺してしまったというような感覚というのは桜井に語った真実。